エンブレムブックの挿絵に描かれたソクラテスに死瓶の尿を頭から浴びせるクサンティッペ。ソクラテスとクサンティッペ。クサンティッペは古代ギリシアの哲学者、ソクラテスの妻。クサンティッペ、超音も発音するならば、クサンティッペとも呼ばれる。クサンティッペとはギリシア語で、黄色い馬を意味する。悪災であったとされ、西洋では悪災の代名詞ともなっているが、これは、 後世の作り話である部分も多く、彼女の実際の姿については、ほとんどが不明である。プラトンの著作、パイドンの中では、死刑の日に、獄中のソクラテスに会いに来た、ソクラテスの友人たちの前で嘆き悲しみ、取り乱す描写がある。クサンティッペを悪災とするエピソードには、以下のようなものがある。プラトンの描く鉄人ソクラテス像とは別に、 当時の他の資料からはまともに働かず、日が夏いたちを喋りに明け暮れる悪夫としての、ソクラテス像も存在する。作家の佐藤愛子が、ソクラテスの妻という小説を発表、後に、ソクラテスのような男と結婚すれば、女はみんな悪妻になってしまうとの胸を述べている。クサンティッペ自身、夫が偉大な哲学者とは知らず、弁論の暇があったら、家事を手伝ってと言ったという。 ありがとうございます。